ということで今日は変身のイベントをやっていきたいと思います。あ、なんか普通にできるぞ。あ、待って、マジでめっちゃ使えるやん。え、待って、どうしよう。え、どうしようどうしよう、誰使おうえ、どうしようかな、誰使おうかな。あ、待って、そうじゃん、旦那様舞台。あ、でもやっちゃうオッケー、これが私の現在の旦那様がこちらです。え、ちょっと待って、てかようちゃん使ってんだけど、私やば、かっこいい。ようちゃんの私の好きなポイントいくよ。この瞬間なんですよ、私が好きなの。見ました、みんなあの瞬間めっちゃ好きなので、私どうしたらいいんだろう、これかな、アクティブ化する。あ、オッケーオッケー、守ろう。どう来る、どう来るお前ら。ちょ、マジどうしようどうしようどうしよう、ちょ待って、どうしよう。いや、オッケーナイス、オッケーナイス。ちょっと待って、ヨウちゃんマジ楽しすぎる。次の敵襲は10秒後にやってきます。え、その10秒間私何したらいいの。え、何タイムですかこれ、休憩、ディルック、あ、外したからのヨウちゃんをやりたかった。アルハイゼン、やばい、強いぞこいつら。ちょっとアルハイゼン使わなさすぎて使い方がちょっとよくわかんないけど、あ、久しぶりに旦那様のウルトを使おう。おし、下のとこにいろいろ仕掛けとかがあるんで、そこに幻想罠的なやつを置いたら楽になれますね。どういうことあ、やばい、ちょっと待って、旦那様のあれが、あ、ヒーラーいないじゃん今のパーティー。え、大丈夫かな納金旦那パーティー。そうなんですよ、これなんだろう、押してみよう。あ、なるほどなるほど、そういうことか、タワーディフェンスみたいな感じかな、もしかして。やばいじゃん、私今までこれ一人で守ってたんだ。やばい、ちょっと待って、マジで、あのみんなの HP がやばい。あれかな、回復アイテム、あ、これやばい、旦那様、あ、マジヒーラー欲しいマジでうちのチームどこにやってんのマジヒーラー欲しいんだけど、うちのチーム。うわ、なんかラスボス来た、やばいマジキャラで行きたいのよ。クレイちゃんと、あとキャンディスさんと、チョウウンだっけ、これで行こう。ジン団長、あ、ジン団長片手剣なんだ。クレイちゃんはそれはなんだこれは何武器って言うんだ、爆弾か。キャンディスさんは、キャンディスさんはこれ槍かな。チョウンはこれ両手剣かな。なるほどね、敵が全然来ねえぞ。スキル、おお、かっこいい。ウルトは？え、かっこいい、何それ、めっちゃかっこよかった今のカットイン。いいないいないいな、じいさんいいな、おお、かわいい、何これ、かわいい、何これ、めっちゃなんか不機嫌そうな顔してる。ちょっと待って、ジン団長めっちゃ好きかも。ちょっと待って待って待って、でもさ、また風じゃない私どんだけ風好きなの。よし、じゃああれ行こっかな、生物厳選行きますか。お花かー、あ、でも幻想熟知、え、これさ、これ育てるべきだと思うみんな。でもさ、幻想熟知あるけど他2つが攻撃力と防御力パーセンテージなんよ、って考えるとちょっと微妙じゃない、ゴミゴミかわいそうにな、ゴミって言われてしもうて。でウルトを貯めて、オッケーオッケー、で旦那さんもちょっと貯めて、オッケー来た、でこれウルトして、でこれでこうするんよ。あ、違うわ、イエランのウルトジャンプ攻撃じゃ発動しないんだ、だからこれ普通に攻撃しないとダメだ。やべえやべえ、旦那さんも死ぬ。やっぱここでバリアを張るんですよ、先生の。さらにナナちゃんのこれを使うと、そしたら攻撃しながら回復できるっていう。もうお前ばっかじゃん、いつもいつもお前来るじゃん、そんなに好きなん私のこと。私は好きじゃないんだけど。でもさ、ゼルダの伝説のブルワイとティアキンやりませんか。いや、やりたいんだよね、やってみたいんだけど、あれって聞いて、あのハマっちゃってずっとやっちゃうみたいなこと聞いたことがあって、やばいなと思って、旦那様は迎えの準備しないといけないのにさ、ハマっちゃったらやばいなと思って。頼むもうやだ、もうやめるもう本当に私ゼルダ やるけどいいのか。私さ、明日からゼルダ配信しようかな。水力から逃げるな逃げたくなるよ、ちょ、一回ぐるぐるする。愛されなんて使わないから全部使っちゃってもいい。なんだって、そんなこと言われたらマジで私全部使うぞ。来た、お花、あー、元素熟知があればよかったのに。羽強いこれ。え、でもこれ元素熟知入ってないよ。え、いいのいいのいいの、そういいのか、それでこれでもさ、分かった、これ強化させて、もし元素熟知が出たらようちゃんにつけてあげて、で元素熟知が出なかったら他のキャラにつけるみたいな、そういう感じにする。来た来た、
今油断してためっちゃ油断しすぎてびっくりして、今テーブルがすごい5センチぐらい動いたんだけどテーブル前に押しちゃったいやよかった、マジさ、あれだでデルタ攻撃いいかもしれん。これですね、強化素材ないかも、あるかな、頼みますよ。元素チャージ効率、あ、来た、やった、え、嬉しい。え、これさらに上がってくんないかな、なんで防御力が上がるんねん、あ、HP か、くそ、まあまあ1回ぐらいはね、そうね、あ、来た、やった、やばいぞ、浮気作戦マジでいいかもしれん。え、私ヨウちゃんのガチャ引くときも浮気作戦使おうかな、まあそんな感じかな。あ、あとお花がこれあげて元素熟知が来るのを期待するか、これあげて元素熟知が来るか、元素チャージ効率が来るのを期待するか、どっちがいいと思う。両方4まであげてから、あーなるほどね、一番最初のね追加のやつか。やばい、素材が足りない疑惑、あ、元素チャージ効率来たよこっち。これでもこいつこのまま上げた方がいいのかな、でも私素材ないんだよな。あ、これとか捧げようよ、オシオンだからいいよね、埋めちゃいます。あ、やった元素熟知上げてくれた、え、よくないこれ、あ、いいじゃないですか、お花と羽と時計は完了です。平蔵さん、あの元素熟知なんかこっそりつけてらっしゃるんですけど、平蔵さんのこれあげますか元素チャージ効率上がんないかな、お願いします。なあ、 HP かってことは杯がさ自由枠になるくない、星5、あ、でもない、星5の元素熟知ないわ、あ、ダメだ、自由枠が、いや、これはあれだな、また生物厳選しないといけないな。